えっと、今、私は32歳でベンチャー企業の営業部長をしています。うまくいけば約1年後に上場予定です。ただ、現在非常に忙しく、忙しさや精神的なストレスと年収が似合わないと感じています。本当に上場すれば自身の社会的なメリット、キャリア形成になると思いますが、正直しんどく転職しようか悩んでいます。その状況なるひろゆきさんなら転職を考えますかいいえ。休職しますね。あの、休職して上場しそうになったら戻りますね。<laughs> はい。 ベンチャーだと休職なんてできない。えっと、休職は手続きなので、あの、その、病院の診断書をもらって、休職しますって言えば断らないです。あと、あの、上場する場合って、コンプライアンス超厳しくなるので、労働基準監督署に文句言われちゃうと、上場自体遅れちゃう可能性があるんですよ。なので、逆に休職しやすいですよ。 えっと、20代後半大企業 OL です。うつで、復職と休職繰り返しています。休職は休みながら給与がもらえるので最強のシステムだと思う一方で、復職と休職を繰り返すと精神的にきついです。ひろきさんなら退職しますかいいえ。また休職中自由な時間ができた時き何をしますかなんかネットフリックスとか見て、べあのゲームしてっていう楽しい日々を過ごすんじゃないですかね。あの、なんだろうな。その、気にしなきゃいいだけなんで、何度もやると慣れますよ。 多分言うてもその、休職と苦職を何回しかやってないと思うので、なんか周りの目が気にするみたいになると思うんですけど、多分10回ぐらいやると全然気にならなくなると思いますよ。あとその相手に好かれたいとかって思わない方がいいんで、なので、あの、自分の楽な道を歩むっていう覚悟を決めた方がいいんじゃないかなと思います。